で、甲斐荘楠音っていうのはデロリ画家と言われてるんですね。デロリ画家。デロリって何なんていうと、人間の奥底に眠るもうドロドロした本性みたいなのを、めちゃめちゃ生々しく毒々しく描き出しましたよという表現が、デロリというふうに言われております。これがね、大正時代ぐらいに流行った表現だったんですね。大正時代ってちょっと大敗的な文化とかがね、めっちゃフィーチャーされた時代やったんですよ。で、人間の奥底にちょっとドロドロしたものもね、ちゃんと描き出そうで、それが人間やないか、個性やないかみたいなのをね、めっちゃフューチャーしたのが大正時代ということで、それの代表的な画家っていうのがこちらの甲斐荘楠音になります。